自分の人生を生きるんだ。道を切り開け。カル、危ない。寝言を言ってたぞ。やれやれ。その曲は私が書いたわ。ずっと前に。物に触れてその記憶を見ることができるのね。その歴史がわかる。物からフォースのエコーを感じるんだ。ああ、ジェダイでも珍しいスキルね。どうして知ってる？ジェダイだったからよ。今は違うけど。会ったことは？いいえ。でもあなたのマスタージャロタパル、共和国の真の守護者だった。彼は英雄だった。聞いてくれ。粛清の時にある体験をした。生き延びはしたけど、フォースとの絆に傷を受けた。瞑想して心の壁を下ろすと制御を失う。まるであの時に戻ったかのように。あなたは生き延びた。わかる。一人ではない。これからはもうすぐ目的地だ。あるジェダイが粛清の前に見つけたわ。ここはどのマップにも載っていない。帝国はこの惑星の存在を？いいえ。そうか。ここで何を？その隠れるとか。隠れるのはもう終わりよ。そこの建物がわかる？あの中にジェダイオーダーの再建に必要な鍵が眠っているはずよ。だけど強いフォースの持ち主しか受け入れてくれないわ。あんたはもうジェダイじゃないから俺なのか。私を信じてはいないんでしょ。私もあなたを信じていいかわからない。だけど共通の敵がいる。目的も同じよ。宝物庫にたどり着けたら詳しく話すわ。けどその前に、そこであなたを待っている者がいる。フォースと共にあらんことを。一人ジェダイが、もう一人いるならなぜ俺が必要なんだ。
ここなら瞑想できそうだ。心さえ乱れなければ